はい、どうもライスゲームズのライスです。ではテリーのワンダーランドようこそ。配合さしてエスラボをアバオークと暴れ牛なのかな、ちょっとまあニックネームつけるのめんどくさいからもうそのまんまの名前に来てます。エスラボがレベル16でこんな感じなんだけど、オークこんな感じ。まあ、ちょっとね、オークの方が弱いような気がする。配合させたのに。ただ配合回数は、プラス3と3回やってます。レベル10になったら、どんどん配合できるから、火炎切りとか氷の息とか、まあ、結構強い技が増えたのかなかわからんけど。あ、これ見えんのか。で、この、暴れ牛、こいつでまだレベル1なんだけど、まあ、鳥系のね、やつで3回 ?5 回か。お前5回も配合されてんのか。でさ、しかもさ、レベル1の状態で、次のレベルまでの EX がさ、2。2。で、スラボ、12,461 もらってる。EX。すごっ。まあ、そんな感じで、左の方はちょっとクリアしてしまって、間違ってクリアしまったんで、まあ、今度は右行きます。だからね、左の方はね、カジノで、なんかスライムファングがいて、なんかこのスロット当たんねえよ、バカ野郎とか言って、そのバカ野郎とか言うから、ひねり潰した。ひねり潰した。多分、そのスライムファングのやつも、おそらくドラクエの、その、なんかのシーンなんだろうね、おそらく。わからんけど、全然知らんけど。さあ、どんどん下に行っていこう。で、ホイミンを配合させて、暴れ牛に組み込んでるんで、一応回復はね、暴れ牛が覚えるんですけど、まだレベル1なんで、まだ覚えてないっす。ただ、レベル上がる瞬間をね、やっぱね、みんなに見てほしいから、レベル1で止め、まだやってます。まず戦うにして、暴れ牛20、いいね。サタンを倒して、経験値22もらいのレベル2。5、3、6、3、8! 素早さめっちゃ上がるやん。さあ、ホイミン覚えて、さあ、ギラ覚えて、素早さめっちゃいい、ルカに。オークもちょっと回復の、なんだ技、ホイミン覚えさせようかなと思ったんだけど、誰が覚えてるか、覚えてなくて、誰が覚えてるか覚えてなくて、ちょっとなんか日本語おかしいけど。誰がホイミン覚えるのか、多分キメラ以外俺覚えてないんだよ。まあそいつがだから出るまでちょっと我慢かなと。覚えてないもん。で、ホイミンとかあんまり出ないから、困るんだよな。5。キャド。いいね。キャドもだんだんと進化するからな。いいね。素早さ10。いいね。素早さめちゃくちゃ速くないこいつ。素早さだけは異常やな。逃げる速さは異常。ただ攻撃力も結構高いな。まあ、守備力とか賢さはもうゴミだけど。まあ、鳥だからな。鳥は頭悪いからな。ダチョウなんて、自分の目玉より脳みそちっちゃいから、もうよくわかんない。3歩進んだら、親の名前とか全く覚えてないから。まあ、親に名前なんてないけど。名前があったとしたら、名前ももう忘れちゃう。2、3秒で。超頭悪いから。ただダチョウのなんか能力ってものすごい高いで、もしダチョウが人間ぐらいの能力、頭の良さがあったら、多分動物界内はだよ、もう最強、もう最強生物。もう頑張ったらちょっと空架空できるし、走る速度60キロで走れて、しかも60キロを維持できるという強さで、後ろ蹴りとかもうゴリラとかにガーンとやったらもう死んじゃう。もうゾウとかも多分倒せる。頭が良ければ一番強い生物の一人、ダチョウ。あの大きさで、あの速さ、あの強さ、あの実力。ただ頭は超悪い。頭が本当に悪い。なんか危険が及ぶやん。危険
剣が及んで一人仲間がファーってこっちの方に逃げようと思ったら、あの訳も分からずその方向についていくという。で例えばトラックとかが来てなんか音するじゃん、うわなんか音来てるやべえ、その逆方向に逃げようってパーって逃げるじゃん、パーって逃げた後一人が逃げたからそれについていってるだけだから、どこまで行っていいから分かんないから疲れるまでずっと走るみたいなね、バカだよね。で走ってる理由が分かんないから途中ね、途中気づくんだよ、なんで俺走ってんだろうって、バカだからね。でもそれを気づかない可能性があって、もう死ぬまで走る、死ぬまで走る、死ぬことねえんだけど、能力値が高すぎて馬ぐらい、馬より持久率あるから死ぬほど強いから、体だけは、まあ、死ぬことはないけど相当遠くまで逃げるみたいな、で迷子になって一人になって食われるみたいなね。だから基本ダチョウはやられることは大体ない、大体やられるときは頭悪いから、やべえマジで危険だって思ったときは現実逃避で地面に顔突っ込んで、よし何もなってないっつってから何もなかったことにする。その後ケツ噛まれようが何しようが痛みもそんなないから、脳みそないから、脳みそね、脳みそはあるか、脳みそはあるけど脳みそちっちゃいから、ま、食われてももう知らんもう知らんケツ食われようが羽食われようが見たからはなかろうがもう怖いから見ない、現実逃避。だって顔は立って土に埋まってるから関係ないから。まあ、それぐらいダチョウって強いんだ。まあ、それの暴れ牛。超強い。素早さ超速いから。ただ、レベル10になって、不思議な踊りとか、三河市客お。踊って敵の MP を減らす。いらんな。敵を守る。ああ、いいね。これ、砂掛けだね。敵の魔法を封じ込める。ああ、これも強いね。あ、ルカナンも強いね。敵全員の守備力。おお、全部強い。これ、ギラとバギさ、どっちかいらんくない？え、バギがさ、敵を構えたち攻撃する？これが表皮2。で、ギラが全体で、消費4。ギラいらないの。バギーでいいわ。バギーとギラって攻撃力ってどう、倍違うんかな？倍違うんやったらもったいないけど、ま、1.5 倍ぐらいだったら、ま、別にバギーでいいかな。バギーも進化するし、バギマガみたいな。なんかあるよね。バギマみたいな。花窓。やばい、でも大丈夫、その前に倒す。よし、ちょっと回復するか、せっかくホイミ覚えてるから。あ、ちょっとこれちょっとセーブしとこう。これねマジでね、ほんと倍速でずっとやりよったんだけど、あ、間違えた、倍速でずっとやりよったんやけど、ガチで途中で止まるのが本当にね、本当にストレス、ストレスが全然出ないんだわ。本当にストレスで、多分、この、テリーのワンダーランド、そのポケモンとかと違って、速い。何が速いかって言ったら、その、操作の感じが速い。これさ、出たら、ほら、すぐさ、操作できるじゃん。ね、これ。出たらすぐ操作できるじゃん。おこれ、こんなになるんだよ。こんなになるんだよ。で、操作の感じが早いから、それでちょっとバグりやすいのかなーっていう俺の読み。ちょっとね、やっぱ、早い。ポケモンとか、ワンテンポ、なんかロード時間があるというか、なんかあるんだよ。テンポがちょっと遅いというか、ちょっとだけ遅いみたいな。ただこのテリーのワンダーランド、テンポがいい。テンポがいいゲームって結構、いい評価されるんだけど、テンポ良すぎ。敵出てくるときはちょっと遅いかなとは思うけど、その倒した後も結構早くスッて、もうほらもう
3秒かかってないもんね。2秒ぐらいでそのフィールドに戻ってるから、テンポがいいからバグりやすい、バグりやすいとか止まりやすい。このレトルフリークでやるとなんか調子悪いんだよな。だから、ね、定期的にセーブするのは怖いんだよな。レベル上げもねちょっとね面倒だよ。またみたいな。で4倍速でやるじゃん、4倍速で5分やるじゃん、4倍速で5分やるとどういうことが起こるか。4倍速で5分やったら20分じゃん。20分っつったら結構進めれるじゃん。20分戻るわけよ。まあ本当は5分なんだけど、全然違う時になるんだよね。全然違うところまで戻るんだよな。オペホームになったね。いいね。結構戻ったりして、いやストレスだね。ただまあ早いけいっかみたいな。どれが早いか、もうこんな感じ、めっちゃ早い。約束イエーイ。こんなにウィーン。あ、ビッグアイ、そうだ、これビッグアイに1回負けたんだ。しかも左のところ行ってないのにビッグアイ倒してないんだ。また来たね。その勇気は本物かな。また来たね、ビッグアイ。はい、こんにちは。はい、間違えた。暴れる君死んじゃう。1リアルタスキー。ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ。命令させろ特技ベホイミを暴れる。よいしょ、ゲー。すごい早いだよね。てか暴れる君は命を大事の方がいいかな。命を大事にしたら、相手が攻撃した後でも、あ、やっぱ回復したかったなーっていうのができるわけよ。うわ、ヒャダイン強いな。てかみんなやべえんだけど。これさ、道具使ったらどうなる？モール。仲間スラボ。あ、モール水使った後、よし。これちゃんと勝手にやってくれるね。ただ1残る。1残る。いいね。じゃあ、モール水を仲間に暴れるくん。よいしょ、OK。よいしょ、OK。あ、いいね。あ、これは勝ったわ。やっぱ回復あると全然違うな。あ、うぃ。全然大丈夫。あー、うぃ、他者、ビカイ。これ仲間になるかな ?12。うわ、ギラがベギーラマ。絶対強い。ドラゴン斬り。気合を貯める。気合を貯めるって何？周りの地形が見られる。あ、これいらんな。敵、仲間への攻撃を受け止める。これも、これいらんかな。とりあえずこれいらん。メラいらんかな。メラ、あ、でも一滴一体か。敵一体の方がいいんだよな。敵をやっぱ少なくさせた方が、こっち食らうダメージが少なくなるからな。魔法トラー。敵の MP でやっぱ、うわ、いいな。周りの地形見えるの、いや。なんとかなる。倍速があるから、なんとかなる。お、バギーはバギーマンになった。ん？体当たり？ポケモン？獣斬り。枝何？枝払い。植物に対して大ダメージ。うわぁ、こういうのいいよね。獣、うわぁ、渾身の力で耐えた。これ絶対ないの。獣斬りとかどうする。いや、でもルカマン強そうよな。ヒャドいらんか。バギーもあるもんな。うわ、でもヒャドの方が強いんだ。で、これは竜巻だけど、これ氷。しかもこれ、でも、鳥タイプだから、ちょっとバギマンの方にするか。ヒャドを忘れて、魔法トーンなくすか。よし、これでいこう。どれが強いかなんてよくわからん。勇気があれば越えられる崖だってあるんだね。このビッグアイのやつは何？見えない床をよく見破ったが、さあ帰ろう。どれなんかな。絶対さ、ドラクエ、1から5ぐらいまでやった後に、テリーのワンダーランドこれやった後は、多分5か6ぐらいまで多分出とったと思うけど、やった後、これやったら、テリーのワンダーランド行ったら、ふぅーってなるんだろうな、マジで。いいな、みんな。
おお、テリーよ、ビッグアイをどうしたのか。何、ビッグアイが仲間になる。あ、そういえばそうやったね。おお、そうか、そういうこともあるだろう。そなたに言い忘れたことがある。ボスには肉など不要だ。うん。肉など使わなくて仲間になる。ならないものはならない。このことを知っていれば、無駄、肉の無駄遣いもなくなり、100万ゴールドぐらいはすぐに貯まるで。あろう。それは言い過ぎ。そうじゃあ。さ、行きますか。いや、しかし、多くの悪魔系はレベル上がりづらいね。まだレベル12だったよ。多分レベルのさ、経験値も全然違うよな。素早さ高っ。で、こっち3517もらったけど、3倍もらってるけど、すでにもう、暴れ牛の方がレベル、次上がりやすいもんな。じゃあ、とりあえずアイテム整理しよっかな。まずは倍速にして、回復じゃなくてセーブして、拾ったものをね、結構ね、お金整理しないと、これ薬草全部売って、もう薬草は全部売る。アモール水は2個か。魔物の餌はいらん。天罰の杖もいらんか。よくわかんないから使う。いらん。あ、これもいらん。俺倍速だよ、いらん。まあ、こんなもんかな。で、賢さの種は全部、スラボーに食べさせます。全部スラボ。よーし。だからこの種がその辺に落ちてるから、その最強のキャラ、本当に自分の好きなキャラクターを最強にさせることができるっていうこのゲーム大好き。大好きです。とりあえず、ダンジョンは全部行ったから、コロシアム行くような感じになるのかな？てっ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 てん、てれー。トゥーティッ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 。D クラス。D クラスいけるかな？多分ホイミンあるから余裕だとは思うんだけど、どうなんかな？さあ、ご来場の皆さん。何ですか？格闘技場へようこそ。新たな挑戦者が現れました。その名もテリー、よろしくお願いします。よっしゃーす。お、真ん中のやつ知ってる。試合開始。あー、右のやつ欲しいね。右のやつだかな。そう、右のやつ欲しいなー。何やったかな、名前。プランクトンやったっけ。そしたら、まあ、ガンガン、まあ、最初はガンガン行こうぜで行くか。あー、11。あー、スパイス下がったね。氷の息。キャドとかじゃないんだよ。氷の息なの。53、42。40。マットプラント。マットプラント欲しいんだよな。やっぱあれなんだよね。強いモンスターと強いモンスターを合体させることによって、どんどん強くなるわけよ。ただ俺の、暴れ牛とオークは、その、ザコと、強いやつを合体させてるからずっと。だからあんまり強くねえんだよな。プラスは上がるけど。メデューサボール。まあ、とりあえずガンガンでいいだろ。バギマン。いいね。55めっちゃ食らったな。35いいね。ツバメ返し。ツバメ返し。マヌさ、幻に包まれた。あー、これがね、砂かけと一緒だからな。はい、関係ない。これ経験値もらえるのがちょっと嫌やな。これ経験値欲しかったな。で、最後かな。結構余裕だな。お、ゲレゲレおるやん、ゲレゲレ。いや、今日の相手は君かい？大丈夫かな？そんなままじゃ勝てないと思うけどね。調子乗ってんな、こいつ。勝てないと思うけど。調子乗んな、お前。強そう。すげえ強そう、バギマー。わー、強えな。シンク切り。足払い。ベギマラ。魔人。何使った？魔人のごとく。疾風のように。すごい名前だね。あー、これ、アパレル君死んだらちょっと嫌やな。ベニマル強いね。やっぱ、スラボめっちゃレベル上げてる。余裕レベル上げすぎちゃったかな。おめでとう、新たな勇者の誕生だ。マスターテリーにどうぞ、温かい拍手を。あざーす。全然余裕。ちょっと上げすぎちゃったかな。よくやったの、D クラスは勝ち抜きじゃ。んで、
大程度の D クラスを勝手に決めると王様がお指についてくるでしょ。と言いたいところなんだが、実はテリーよ、力と怒りの壁の旅の様子がおかしいのだ。恐ろしい数の魔物が出現しているらしい。これは主催国として見過ごせる問題だ。直ちに、はい、OK でーす。OK でーす。よし。じゃ、一旦セーブして。さあ、行きますか。今の俺なら超余裕でしょう。あんまり、めっちゃ強いわけじゃないんだけど、今。キメラ出てくるかな、そろそろ。キメラね、結構早めに出てきたと思うんだけどな。で、そいつが確実に、あ、これ絶対右からかな。ホイミ覚えてるから捕まえたいんだよな。テリーさん、ここが力と怒りの部屋です。右にある怒りの扉の様子がおかしいのです。パラルラララララララ。まあ、やっていきますか。さ、どんなもんかな。強いかな。あんまり強くないと思うんだけどな。まあ、倍速でとりあえず下までグーって行って敵出てこんな。うわあ、マップが広い。ポイズンリザード。36、67。うん、相手の HP は100ぐらい。100以下。まあ、90前後かな。はい、ル17。久々上がったね。おお、暴れる君、いいね。毒なってんのかな？ああ、毒なってるね。特技で何かあったっけ？氷の息でなんとか。うわ、なさそう。あ、この気合溜める、最後の、ターンの最後に大ダメージ。ベホイミーぐらいしかないな。ベホイミーあるけど大丈夫か。毒ぐらいは。そしたら倍速でぐーっといって、うわ、ここ結構めんどくさいな。だからこれ何回あるん？ちょっと倍速もちょくちょく使いながら、セーブもちょくちょくしながら、これ、うわ、10回もあるんか、結構長いな。10回もあるんだったら、あれだな、穴見つけたら即だな。即の方がいいな。クリアしたい。もうここの怒りとなんだっけ？怒りと怒りとなんだっけ？怒りと、親父？怒りと、なんだっけ、なんとかの穴。まあ、その二つを、今回はクリアしたい。まあ、サクッとクリアできると思うんだけどな。お肉ある肉とろ。あれ、燻製肉かもしれない。うわ、強そう。その何？キャットフライ。いや、弱えな。全然弱えな。もう、この辺はどんどん倍速していいな。なんか、すげえ強い肉が、あ、肉が溶けた。敵が現れるまではちょっと倍速にするかな。まあ、これもね、これぐらいの速さでね、ガンガンいくからな。オンミミズマジで弱いよな。こいつは全然だな。全然。あ、全然やな。全然や。うわぁ、脳なめくじ気持ち悪い。わ、なんかいっぱい覚えた。だから真空切り覚えたな。渦巻く真空の剣技。かっこいい。渦巻く真空の剣技。マジか。踊って、ステップを踏んで身軽になる。素早さが上がるんかな。素早さ高いから、これいらんかな。三河市客。なんか、ちょっと名前かっこいいな。三河市客。タン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 、すごいステップを踏んで素早さが上がった。ギア1、ギア2、ギアサード、ギアフォース、どんどん速くなる暴れ牛。ああ、まあこの辺はあれだな、もう見たことある敵しか出てこなくなってきたな。まああとはタンタンと。しかもね、これね、あれなんだよな、今ちょっと隠れとくけど、これね、歩けば MP が回復していくんだ。だから、ガンガン使っていいんだよ。技は。それがね、このゲームのね、めっちゃいいところだよな。ほら、昔のドラクエというか、人間たちのドラクエは、歩いても回復しないじゃん。もう次の街行けるかどうか、あ、MP 足りるかな？ MP があったら回復できるんだ。
だけどな、ギリギリまで持つかみたいな。ドラクエの楽しみ、まあ、あれないっす。歩いたら回復するんで、で敵を追ったら逃げたらいいんで。けど俺は戦ってレベルを上げて、ここ怒りの渦をサクッとクリアします。あー、あいつ倒してもいいな。あいつ倒したら毒直してもらえるから。お、なんか覚えた。特技すげえ覚えるな。ツバメ返し、鳥に返して大ダメージ。まあ、これいらんか。いいね、弱点系がいっぱいあると後半良さそう。こんなとこであったのも神のあだこうださ何あいつ、じゃああいつ名前何。エビルワイド、気持ち悪。モーザ、うーわ気持ち悪。まあいいや、まあ、気持ち悪いのは置いといて先に倒しちゃうか。ベホイミやってくれないんだ。ガンガンやってほしいんだけどな。あ、弱えわ。全然弱えわ。で、こっちがちょっと強すぎちゃったかな。なんかさ、俺のイメージで、テリーのワンダーランドって、どっかで、きついみたいなイメージあるんだよな。でも今のところ余裕だな。まだ一回ぐらいしかそんなガチでレベル上げしてないもんな。よし。全回復、オッケー。やっぱスラボ弱いね。レベルが高い割には HP も MP もそんなに高くない。能力値もそんな高くないしな。あれ、どっち行こうかな。右行ってみようか。これダメージ食らうからな。2! 正解。まあ、2食らうけど。穴落ちて、すぐ穴見つからんかな。なんか、そっこがな、見つかるっていうのがないな。見つかった、ラッキー。敵に一回回らずに下に降りる。お、肉いいね。燻製肉、燻製肉は骨付き肉がいいんだけどね。あー、リブロースとか食いたいね。リブロース、メーター、あー、あのメーターってさ、ドラクエ1 の、 あの最初のドラゴン出てくるところで見たことあるけど、お前出世したな。こんな中盤、 まだ中盤じゃないか。いや、もう中盤かな。中盤ぐらい出てくるなんて。メーダー、まだ中盤じゃないか。今どの辺なんだろうな。でも ABCD まで行ったから中盤か、普通に考えたら。あとね、 ABCD だから、あと CBAあと CBAS。中盤。ちょうど中盤。中盤も中盤。あと何回？あと7回？よし、じゃあ倍速にするか。まだまだ。お、アモルスイ。アモルスイ取って。あ、でも今回、あえてまずげに行ってないとか、敵弱いな。敵弱いくせに同じやつしか出てこんな。同じやつしか出てこんならいいけど別に。お前がいいならいいんだよ。全然いいんですけど。うわー、あー、あいつ戦ってもあんまり意味ないからいいや。なんか強そうだし。これ負けたらね、戻っちゃうからな。あー、穴ないね。これは、小さなメダルじゃないんだ。たまに小さなメダルもガンガン集めていきたいんだよな。いや、めちゃくちゃ強いデータ1個作りたいよな。もう、意味ないけど。意味ないけど、めっちゃ強いの作りたいよな。本来なら、めっちゃ強いの作って、友達と遊ぶというのは、醍醐味なんだけど、まあ、これ通信できません。ん？うわー、これなんだっけなー。これさ、上上下下左右左右とかそんなになかったっけ？それはあれか、グラディウスか。なんかあったんだよな、ヒントが。覚えてないんだよな。まあ、とりあえず、まあ、ガンガンやっていくか。ちょカットするかな、ここは。なんか仲間になった。キャッツ、キャットフライ。オスかー。オスはな、メスがよかったな。メス少ないんだよな、俺のところ。てか、久々に仲間になったな。え、これなんかあったんだよな。右。あれ？俺なんかさ、リンクの冒険でさ、やられたっけ？合ってる道にしか行けないって早っ。
倍速にしようかなと、あ、カットしようかなと思ったけど、意味、んー、やらんでよかったな。ドゥ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 そうか、この BGM、この BGM なんだっけな、ドラクエ1か2、絶対そうなんだ。だって、こないだやっても1か2。しかも、2、なんかショート動画作るとか言って、作ってないし。作ってないどころか、エルフの飲み薬、絶対強いやつやん。ドラクエ2、途中でやめたし。一応クリアしたような気がするんだけど、倍速でクリアしたか覚えてないけど、もう一回最初からやろうかなとは思うんだけどね。ただショート動画に向いてなかったな。あの難しすぎる、ドラクエ2。もっと聞きたかったけどな。こいつさ、覚えてる俺ここ、俺これめっちゃ覚えてる、ここ、このバトルアックスめっちゃ強かったイメージあるわ。うわ覚えてるー、めっちゃ強いイメージあるわ。このエルフのも、うわ MP を最大まで売ったらめっちゃ高いじゃん。あ、じゃあちょっとベホイミーで完全回復するか。もう絶対絶対強い、ここ。え、てかさ、俺もしかして、ここでめちゃくちゃやられたから、あれかな、ここめっちゃ覚えてるイメージがあるんだろうな。あ、これ覚えてる、ここも覚えてる。ドラゴンキッズかなんかで、うわー、覚えてる。なんか俺、これドラゴンキッズ仲間にしたくて、もうこれ開けまくって、なんか肉あげまくった記憶あるわ。うわぁ。しかもこいつなん強っ。あ、こっちドラゴン切り覚えとんか。じゃあいけるわ。じゃ、こいつ、仲間を呼ぶ。仲間を呼んで攻撃。え、これ仲間呼ぶ意味いる？いらんやろ。よくわからんきいいや。うわぁ、覚えてるなぁ。で、ドラゴンキッズとドラゴンキッズ合わせたら、ドラゴンになって、ドラゴンとドラゴン合わせたら、なんかなるんだよな。だから、ドラゴンキッズ、仲間にしよっか、ちょっと。ちょっと、ドラゴンキッズ全然仲間にならないんだけどさ、ザオラル覚えた。マジで？しかも、あれか、多くのやつが覚えたのか。マジでザオラル覚えるんだ。しかもメラミンもなんか進化してるし、いつの間にか。うわ、どうしよっかな。受けた分の MP を吸収、魔法来て。受けた分の MP を、うわー、燃える炎の剣気。火炎斬りいる？いやー、どうしようかな。炎の氷の息、氷の息いらんかな。ベギーラマあるもんな。氷の息いらんわ。よし、なんか覚えたな。これは勝てるぞ。てか、相手、レベル、経験値めっちゃもらったな。仲間になれたのちょっと残念やんけど。まあ、ええやろ。まあ、ベホイミーで、全員回復させますかね。よし。勝てるかな？めっちゃ強かったと思うんだよな。この世で我が種族が最も繁栄すること、それが我が望む貴様、私の卵を我が怒りに触れる前に立ち去れ。なんか来た、なんか来た。え、ドラクエ 5？ くそ、ここにもないのか。お前は何？あ、卵全部割っちゃった。なんだお前は、魔物使いだな。剣もログに扱えない腰の向け目。あ、ねえ、こいつ。マルファイか？卵、ごめん、卵全部割れちゃったけど。
の大事な卵を全て割ってしまうと貴様の仲間の行いは断じて許さない。いや仲間でも何でもないんだけどな。濡れ衣でもいいよ。半分ぐらい俺が倒したし。うわーバトルアックス来たな。ワンピースの1巻か2巻に出てくるモーガンだね完全に。じゃあスラボーで命令させろで、こいつ炎は効かないと思うから、ドラゴン斬り？え、ルカンナがあれだっけ？僕より下げるんだっけ？ルカンナにしよっか。あ、ルカンナ2人も覚えてんだ。じゃあルカンナで収録下げて、これ何回下げれるんだろう。上返しのちぎり。あ、スラボがやっぱ覚えてないのかな。まあこれルカンナにしよっか。一回セーブするか。あ、一回で終わり、あ、二回で終わりなんだ。じゃあ、これ攻撃にして、王は、ドラゴン斬り、で、暴れるは命を大事に。なんでだよ。あ、MP がないか。MP ないじゃん。命令させろ攻撃。王は火炎斬り。暴れる。マホトラ踊り。うえー、キューバッター。これで回復できる。火炎の息、痛い。うわ。これ回復したいんだけどな。これアモール水の方がいいか。仲間。うわーこれ暴れるー、暴れ暴れるにしようか。暴れる攻撃しちゃった。あやばい、暴れるしか残ってない、やべえ。あでも64も、うわー、ちょ回復。いやこれ多分勝てる。 HP が低いからな。これ命を大事に、あー、そんな感じになるんだ。ガンガン行こうぜ。いや、でも勝てると思うけどな。ちょ、暴れるくん頑張って。アバちゃん。アバー。でもこっちの方が早いから、絶対。ベホイミして、48。やべえ、48か。薬草使って。ちょ、頑張って勝って。49、やばい。アモール水。ちょ、頑張って。全然死なんじゃん、こいつ。アモール水系。アモール水、ガブガブ、ガブ飲みや。うわ、全然倒れん。ここで一回、マホトラ踊りして、1しか奪えなかった。マジかよ。終わったわ。終わったわ。エルフの、うわ、エルフのもの、ミミズが使えんじゃん。キメラの翼使えんかな。戦闘中にこの道具は使えない。くそー。うわ、勝てそうだ。全然余裕で勝てるのに、こんなゴミ。全然余裕なんやけど、ひらゆくかわしちゃったー。ルーノーノーノー。いや、全然余裕なんだけどな、こいつ。MP がなかったわ。うわ、もうちょっと万全で言っときゃな。うわぁ、全部なくなっちゃった。エルフのアーダコーダーなくなったやろうな。会議、薬草しか全部なくなるんだ。もうすぐ行く。ちょ、すぐ行く。ちょ、悔しい。もう全然余裕で勝てるはずなのに。よーし、ここまで来たぞ。なんか途中で、なんか回復してくれる人に会ったんだけど、そいつを倒した時に敵で、メタルスライム出てきて、なんかものすごい強くなったんだけど。見て、レベル19、レベル16、なんと21。強くない？レベル21。しかも、経験値の感じ、見て、経験値9863しかもらってないのに、レベル21だからね。やばくない？でも、バトルアックス倒しますか。ちょ、ルーラー。これ、ルーラーの強って何？
これ多分下の階に行くんだよね。あー、そういうことか。次の階のところにワープするんだ。あー、なるほどね。ルランツ強いじゃん。強いじゃん。さ、ボッコラしますか。もう余裕でしょ、こいつなんて。はい、こんにちは。またお前か。我が、この恨み。ぶち殺してやるから、マジで。ああ、仕掛かってくれ。まず戦う。48、54、100ね。ちょ、変なことする、したけんね。攻撃。で、ちゃんとルカンナを2回ね。2回決めていく。で、1回セーブする。2回ね。24、24、29やから、暴れる君を、もうちょっと命を大事にをさせなきゃ。で、ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ、命を大事に。を1回した後に、回復しよう1回。暴れる君死にそうだし。25、よし、大丈夫。で、これアモール水使って、仲間、暴れる君に使って、よし。ベホマにもなったからな。全回復な。まあ、死ぬことないから戦うで、ベホマ使ってくれる。いいね。69。カイン切り、31。こいつエピどんだけあるね。もうベホマね、いいね。やっぱ回復一人おると全然違うな。いや、余裕なはずなんだよ。このレベルやったら。変に、動かすから、これベホマ使ってくれるよね。よし、最高。最高ー。あ、そういえばさ、王がさ、ザオラル覚えてたんだよ。あ、ただ MP が足りんやったんか、前回。こいつ負けた時。こいつ、HP 多いな。300ぐらいあるな、お、バトルレックス。そう、バトルレックスこいつ、メスなんだよ。ちゃんとメスってね、やってるんだよ。ドラゴ。こいつメスにしてるのが可愛いんだよな。はい。いいえと。本当は連れて行きたいところなんだけど。このまま行けそうだから、行きます。あの剣士、お前によく似てた。俺によく似てた。魔物の数が増えたのは卵のせいだったんだね。ああ、そういうことね。俺によく似てたってこと、親じゃないよね。オーテリをよく書いた。そなたの働きすでに聞き及んでる。ご苦労。むむ、なんか来た。あ、別の王様。おう、この国には世紀に満ちとるの。星の降る夜が近い上、皆生き生きしておる。羨ましい限りじゃの。わしの国は枯れておるゆえ、しかし枯れてこそ見える美しさもあるというもの。よく見ればこの国には浮かれすぎているようにも見える。誰も彼も地に足がついていないというか、なんというか、そなたはとっくに浮かれているようじゃな。旅芸人か。わし枯れ木の国の王者。うん、やっぱ王様なんやね。皆を楽しませるのだぞ。うん、大丈夫よ。覇王、魔王、マスターを見つけなければ。それとも今回は出さぬのか。どういうこと、どういうことどういうこと。セリフだけ言って去っていったぞ。なんだあいつ。枯れ木なの。今に見ておれ。今回こそ必ず。テリーよ、どんな邪魔が入ったな。ジャガーよくぞ帰ってくれた。大量の卵を一瞬で消し去ったような。さすがはテリー、やることが豪快じゃの。さあテリーよ、今後は C クラス以上を受けるがいい。S クラスを勝ち抜けば、そなたは我が国の代表じゃ。期待をしているぞ、テリー。それではわしは仕事があるので失礼する。俺以外がさ、卵さ、お、なんだ、一応セーブしようか。なんだこのケツの穴みたいなのがいっぱいある。なんだこんなムービーあったっけ。今の揺れは体重が成長している証です。あちらこちらで地形が変化していることですぞと。おー。てか C ランクいけるんだ。ちょっとこっち。こっちはまだ、はい。こっちはまだいけんのかな。あ、なんだよこれ。あ、いけるっちゃいけるんか。おー。テリーさん、おかげで救われました。ここは力、あ、力と怒りか。
あー。でも C ランクもいけるんだよな。C ランクいっちゃうかな。C ランクいって今回やめよっかな。C ランクちょっといってみる？これ負けても、あれだよな。あ、こっちやねんわ。上か。負けても大丈夫だもんな。アイテムがなくなったりそういうことはないもんな。C ランクいけるんなら行こうよ。待ってぞ。C ランク以上受けることが王様に許されたぞ。大樹の代表になるね、S クラス。C ランクいけるんかな？お、いける。あ、てかもう C、B、A、S もう全部いけるんだ。ただ500円かかるんか。まあ、いくけど。さ、今回はこれでやめますかな。いけるかな？さあ、ご来場の皆さん、闘技場に来ましたよと。ペンギンか、あれは。ペンギンとサボテンダーみたいなのかな。サボテンダーは FF か。さあ、どんな感じ？トゲボース。まあ、早速ガンガン行こうぜ。バギマ。いけー。54に、あー。特殊が高いんだね。頑固鳥。全然問題ないな。じゃあこれ作戦で特技を使うなをガンガン使っていく。はい、おり。MP もね、節約しないといけないからな。まあ、最悪 MP 取っちゃえばいいんだけど、命令できないからな。ホイミースライムがいる、めんどくさいな。ホイミースライムがいるのか。これさ、あえて、これ特技を使うのはあえてやって、ホイミスライムを先に殴って倒す。あ、やべ。あ、特技を使うのは勝手になってるな。あ、じゃあこれ全部戦うだけでいいかな。これ余裕かな、もしかして。あ、全然余裕。え、これ B クラスもいけるか？今 C クラスだよな。マスターテト。うわ、気持ち悪いスライムがいる。あいつ名前なんだっけ？テリー君待ってました。緊張するといけないので早速始めましょうか。え、待って、これ C ラン、B ランクいける？ボックススライム。まあ、ガンガン行こうぜ。え、今俺強いのか？もしかして、めちゃくちゃ。バトルレックスで負けるとかもありえんぐらいのレベルで俺強いのか？そんなことあるかないか？いや、真ん中のやつ怖いんだけど。あ、弱っ。よっ、全然余裕。真空切り、かっこいい。当たってないけど。当たって、死んだ。え、ちょっと待って、これ命を大事にしようか。これ進化させてくれる、ザオラルで、ガン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 、命は大事。ベホマー、メラミン、35も食らうんか。結構食らうね。カインリドーン、でも余裕だな。ええー、たしゃい。余裕じゃん。あ、ちょっとさ、これ C ランクも行こうか。C ランク行って最後終わろっか。ちょ、金金金金、ちょ、うる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 。こっちだっけ、これ。もう一個右か。ちょっと売って1000円貯めて、ちょ、行こう行こう行こう。あー、金足んねえかなー。なんか足りそうにないな。引き出すか。俺金持ってるんで、金だけは貯めてるんで。引き出すお金、700円。結構持ってるやろ。2200持ってるからね。これ、多分勝てるんじゃないかな。じゃあ今回 C ランク、勝つか負けるかで終わろっか。あ、間違えた、危ない。さあ、行きますよ。B ランクか。C ランクとか言ったら。さーて。で、これで負けたら、またちょっとレベル上げていこうかなとは思うんだけど、どうかな。勝てそうな気が、大名づちやったかな、あいつ。大名づちは強いイメージないけどな。うん、来た、同じたち。まあ、ガンガンで。あ、もったいない。魔人のごとく。魔人のごとくってそんな強いんかな。食らったらなんか、200ぐらい食らうんかな。
あ、やべ、戦うんしちゃっちゃった。トントントン、あ、全然余裕だな。あ、余裕余裕。じゃあ特技を使うな。はい、オッケー。あ、全然余裕。やっぱあのメタルスライムを倒しちゃったから、あれかな、余裕になっちゃったかな。え、B ランクもいけるぞ。もしかして A ランクもいける？もしかしての？え、A ランクいけるぐらいの強さがありながらバトル X 負けちゃったの？うわー、やべえやつおるやん。ガンガンガン。キャド。15。弱い。めっちゃ弱い。バギークロス。なに？バギークロス強。作戦で、まあ、両方命を大事にでいいか。ベホマ使った後に、ザオラルー。で、作戦、あれ？失敗するんだ。ちょっと早すぎて見えやったな。バギークロス。うわ、ここでこんなんだったらやべえな。あ、やばいやばいやばい。作戦ガンガン。ガンガン。命は大事に。あ、まあ、暴れるに使うよな。そりゃそうだよな。うわー、バギークロス強いな。うわー、これきついな。いや、これガンガンと命を大事にでいくかな。でもバギークロスされたらこれどっちか死ぬな。キャド。うわ、危ねー、バギークロス強い。うわ、この王を。ガンガン命を大事に。なんかやってくれんかな。なんか頑張ってくれんかな。お、危ねー。あー、バギークロス、スラボーがあれかな、弱点なんかな。ガンガン命を大事に。あー、やばい。あー、やばい。あー、やーん。無理か。さすがに B ランクは無理か。うわー、さすがに勝てんな。じゃあ次回は左行くか、普通に。でもこれ左行ったらもう次のあれ枠開くんかな。てかもう枠開いてんのかな、もしかしたら。お、倒したー。普通に倒したー。まあ、普通に倒したけど、絶対勝てないから。酒場の強そう。何あいつ、名前見たい。軍隊ありとドラゴンマット。絶対強いじゃん。あと MP1 しかないし。MP がねえんだよな。もうどこでもどうしようもねえわ。はい。ということで今回は、ここまでにしたいかなと思います。一応レベルを上げて、配合をしまくって、また、まあ、強くなったところからやるんですけど、これさ、C ランク勝ったことによって、あ、こっちも空いてるんだ。おー。なんか左バグってる。なんか出てきた。怖い。たまにこういうのがあるんだよな。あー、なんかバグったまんまや。ねえ、このバグ、このバグは何なんだ。すごい怖いんだけど。もうなんか、おお、治った治った。よし、じゃあ今回は怖いんでしょうかな。でもとりあえずこの3つ扉いけるから、まあ、次回は、ちょっとレベル上げずに、そのまんま、扉行って、扉行って、扉行って、で、B ランク勝てなかったら、配合レベル上げみたいな感じでやろうかなと思います。